フラミーニオポーポロ広場は、ローマ地下鉄の衛星にある駅の一つで、1980年に開業した地下駅である。本来の名前は、フラミーニオだったが、2000年に現在のものとなった。駅は、フラミーニオ広場、アウレリアヌス城壁のすぐ外のフラミーニオ区にあり、ポーポロ広場に隣接し、カンポマルツオ地区の近くとなる。駅のアトリウムは、 アルテメトロローマを受賞したモザイクで飾られている。展示されているモザイクの作者は、パオロ・ドラーツェオトリーデューシークとなっている。地上で入り口は、2番線は、フラミーニオ広場とスタディオ・フラミーニオ、アウディトリウム、パラッツェット・デ・ロス・ポルト、スタディオ・オリンピコをつなぐ。駅には、以下の施設がある。フラミーニオは、ローマ・ィテルボ線の駅の名前にもなっている。この路線は、伝統的に、 ローマノルドとも呼ばれる。正面駅はアリオダンテバッセロの設計により建てられた3階建ての建物の1階にある。地下の空間は約100メートルの長さで島式ホームとなっている。駅からは近郊列車が発着し、チービタカステラーナ経由でビテルボ方面に行くモンテベルド駅への始発駅となっている。路線は ローマ新軍の10周年にあたる1932年10月28日に運用開始された民間会社 SRFN により運営された。それで一般的にこの線はローマノルドと呼ばれていた。1970年に郊外交通と地方地下鉄線の大々的な再構築が行われ、ステファーが SRFN の全株式を入手。 そして1976年11月に、ステファーは ACO、トラ、L となり後に、コートロールとなった。2000年に、コートロールは、郊外新交通線との接続線の運営会社、地下鉄と許可鉄道を運営する会社とに分けられた。校舎は最初は、メトルフェド、最終的に2001年3月には、メット、ローと名付けられた。駅には、以下の施設がある。 ありがとうございます。